でも実はですね、筋肉が脂肪になることがあります。皆さんこんにちは、山本芳生です。今回は皆さんのよくある勘違いについてお話したいと思います。はい、脂肪は筋肉にならないということでですね、よくトレーニングをしていた、学生がですね、就職してトレーニングをしなくなって筋肉がどんどん脂肪に変わったみたいなことを言うことがありましたね。それまでは筋肉だったものが脂肪になったということで、筋肉が脂肪に変わったというようなことをよく言うんですけれども、まあ、これを指してですね、多くのトレーナーは筋肉が脂肪に変わることはない、筋肉が落ちて脂肪が増えたんだと言います。でも実はですね、筋肉が脂肪になることがあります。筋肉細胞が脂肪になるということはあります。 BDGFRα 陽性といってもまあ分からないと思うんですけれども、これは何かと言いますと、幹細胞ってありますので、何にでもなれる細胞、筋肉の中にある幹細胞が実は脂肪細胞に変わるということがあります。これはまあ結構最近発見されたもので、その研究者もですね、論文の中では筋肉の脂肪化という言葉を明確に使っています。まあ、ですので筋肉細胞がですね、脂肪細胞に変わるってことは実際はあるのですが、まあ一般的に言うですね、そうした筋肉が脂肪に変わったというのは、まあ、そういうのとはちょっと違ってですね、筋肉が落ちて脂肪が増えたということが、実際の起こったことということになると思います。脂肪をつけないで筋肉をつけるにはどのようなトレーニングや食事が必要かということなんですが、まあ、これはですね、ちょうど今の例ですね、トレーニングをやめて就職してトレーニングしなくなって脂肪がついちゃったという人は、まず脂肪を落とすことが先決です。これは他の動画でもお話したと思うんですけれども、脂肪が少ない状態の方が筋肉つけやすいんですね。あんまり脂肪が増えてしまっていると筋肉が増えにくいということもありますので、まずはダイエットするといいです。ダイエットをしながら軽いトレーニングをしていく、そして、体脂肪を減らしていく。で、ある程度体脂肪が減ったところでしっかり食べてハードにトレーニングして筋肉を増やしていく、そのような流れにしますと、まあ、筋肉がある程度トレーニングしてますので体脂肪増えにくい状態になってますし、その状態だといっぱい食べても食べたものが脂肪ではなく筋肉になりやすいということがあります。ですので、まあ、もう一度お話しますと、流れとしましては軽くトレーニングをしながら脂肪をまず落とし切る、その後ある程度食べながらヘビーにトレーニングして筋肉を増やしていく、そのようにすると体脂肪が少ない状態で筋肉を増やしていくことが可能になります。ということで、今回ですね、脂肪と筋肉の秘密についてちょっとお話したんですけれども、まあ、そのうちですね、筋肉の中にある幹細胞が脂肪細胞になるというメカニズム、もうちょっと、詳しく分かってくると思います。まあ、あるですね、高ヒスタミン薬なんかがそれを抑制したりするんですけれども、そのあたりも、だんだん詳しいことが分かってくるかと思います。先日のインスタグラムの投稿でビタミンについて拝見しました。私はマルチビタミンを使用してきましたが、1日1粒と書いてあるものだとトレーニングする人は足りないですよね。2倍3倍取った方がいいですか。またビタミンは人によって取るべき量が異なるという話を聞きました。どういった方法で自分自身にベストな量が調べられますかということですけれども、まあ、マルチビタミンにもいろんなものがあるんですけれども、ただビタミンには水溶性と脂溶性のものがあって、 B 群ですとか C なんかは水溶性です。ですので B 群とか C は飲んでもですね、 2,3 時間で出てしまいます。ですのでマルチビタミンであっても、ビタミン B とか C とかの単体であっても、1回だけではなくてできれば何回かに分けて取った方がいいです。ですのでマルチビタミンもですね、1日1錠でいいですよ。ワンパーデーとかって書いてあるところもあるのもあるんですけれども、できればそういったものは割ります。半分に割って朝晩にして飲むとか、あるいは4つに割って1日4回にして取るというような感じにしますと、もっと効果を高くすることができます。で、まあ、大抵のものはですね、今ワンパーデーって言いましたけど、ツーパーデーというのもあって、1日1錠ずつ、2錠飲みましょうというものがあるんですが、それをさらに割って4回飲むと、まあ、大体十分な量を常に、均等なタイミングで体内にビタミンを満たしていくことができます。ですので、まあ、1回だけではなくてできるだけ小分けにして取った方がマルチビタミンは効果的だということになります。そして個別にですね、どれぐらいのビタミンが必要かということなんですけれども、まず、ビタミンもいろいろありまして、例えば A とか B 群 C、D、E、K いっぱいあるんですけれども、まずは A とか E、K、
そうした脂溶性のものはあんまり摂りすぎない方がいいということもあります。ですのでマルチビタミンを飲んでいる方はまず普通はそれだけでも十分です。でも例えばビタミン A の場合粘膜が弱い、ちょっと冬の寒い時期になると粘膜がやられるという人はビタミン A をマルチビタミンに追加して飲む。そのビタミン A の量をだんだん増やしていくんですね。で粘膜が大丈夫になったらそこでビタミン A の量は十分マックスになったということになります。で例えばビタミン C の場合免疫とかコラーゲンの方に関わってきます。まあ、風邪をひきやすいという人でしたらマルチビタミンを飲んだ上でビタミン C をだんだん増やしていく。そして風邪のひきにくい体になった、あと怪我をする時なんかもコラーゲンの合成にビタミン C 関わってますのでビタミン C が足りない人だとコラーゲンが破れやすくなって怪我をしやすいということもあるんですね。まあ、そういうこともありますのでビタミン C をだんだん増やしていって風邪をひきにくくなったとか怪我をしにくくなったとかそういった感じでそれぞれのビタミンの効果を調べてで自分にそれがその効果が出てくるようになったというようなことをだん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 量を増やして自分で調べていくのが良いかと思います。まあ、全てのビタミンでそうやってやるのは結構面倒くさいんですけれどもだいたいまあその人にとってこのビタミンは効く、このビタミンはあんま必要ないというのもあると思いますので自分にとってどの症状があるかということをまず、いくつか症状を選択してその症状を治すのに有効なビタミンを調べてそのビタミンをだんだん量を増やしながら取っていって症状がなくなるのを、確認して自分に合った量を見つけていくというような流れが必要になります。一気にですねこの量を取れば大丈夫だというのではなくてだんだん量を増やして自分に合った量を見つけていく。時間はかかるんですけれどもこれからの長い人生ですね自分に合ったビタミンの量を見つけるというのはとても大事なことですのでぜひ試してみるようにしてみてください。で今回は脂肪が筋肉になるのかどうかということとビタミンの取り方についてお話しいたしました。面白かった、興味を持てたという方はぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。いただいたコメントの中からピックアップしましてご質問にお答えしていきますので何かわからないことがありましたら気軽にコメントを入れていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。